撮影ツアーの日です。はい、東照宮着きました。またカンニングペーパーを置いてきてしまったので解説ができない。教えを忘れてしまったのでバスで解説しますね。これだけちょっと飛び抜けて有名になっちゃったみたいな感じです。門の中に陽明門が入るんですよ。眠り猫のところまで来ました。歴史の解説を、智代流の解説をしながら聞いていただいてます。皆さん、私じゃなく、ぜひね、陽明門を第一スポットの日光東照宮行ってきました。はい、いただきます。よかった、皆さん楽しんでいただいているようなので一安心です、私は。視聴者、はい、龍頭の滝に来ました。近いです。さあ、参りましょう。東照宮では声が張れなかったのでガンガン張っていこうと思います。YouTube 撮るときは結構声張ってますんでびっくりしないでくださいね。結構張ってますんで。はい、じゃあ皆さん、渡ってください。渡ってください。龍頭の滝の上流に来たんですけど、 PL フィルターをつけて、本当は ND フィルターの方がいいんですが、今日は PL フィルターしか持ってきてないので、 PL フィルターでも何段分、2段分だっけ、2段分落としてくれるので PL フィルターを利用してカバーしていきたいと思います。あ、でもあれだ、3秒も開けたら多分チラッと開けちゃうので ND がないと。あげた方がカメラも迷わない。岩とか木とか、あー、すごい、そこまでダメだ、そこまでやってました。空とかの緑が鮮やかに見えるようにしているような、見えた、私は撮れません。ここが一番の、ね、メインスポットですからね。でもみんないるね、みんないるな。はい、あ、こちらです。こちらが例の場所でございます。どっちがいいと思いますか？ソフトクリームを食べる気で来たんですけど、フロートがある、フロート、いや、参りましょう。フロートにします。結果フロート、お願いします。コーヒーフロートを1つください。誰が隣に来てくれるのかなってね、待ちながら行こうと思います。はい、いただきます。あ、でも写真撮ろう。パンダが刺されてる時の気分ってこういう感じなんだろう。それは笹の風みたいな感じですよね、パンダがしたらこれすごい、ちょっとこれ大丈夫なのか、ちょっと動物がいいかな。コーヒーフロート感じますね。水分がね、水分が欲しかったということで、でも結局バニラアイスでしたね。乗っかさってんのが。それをですね、今からバスは英国大使館の方向かいます。どうでしたか、龍頭の滝撮れました？あ、さっきよりはうなずきの声が吹いていただいて、よかったですね。まあ、じゃあ日光東照宮は失敗だったってことですね。そうですね。ここからはですね、15分くらいで英国大使館に着いちゃうので、英国大使館の友用豆知識を、はい、もう結構歩いたから疲れてる方いっぱいいますからね。この間でも多分眠くなってます、ね、寝たい方は寝ていただいて構いませんからね。皆さん眠いよね、眠いですよね。そうですよね。
喋りますよ。英国大使館はですね、別荘地なんですよね。別荘地ですよね。もう別荘地ではないけど復元した、まあ、記念公園、黒い建物が英国大使館の方で、その黒い建物の中に英国大使館の歴史がいろいろ展示してあるので、それを見てもらうのも多分楽しいと思います。で、2階建てになってるんですけど、2階から見る景色が段差になってるので、段差になってるとこ、なんだ、段差になってるちょっと高めのところにあるんですね、建物が。なので2階から見るとその砂利の部分が見えなくても、本当に湖、もう見ると湖あるじゃない、外国のさ、見るとそうなの、外国に湖いっぱいあるからね。違う、例えるならばね、ちょっと待って、あるじゃない、なんかさ、ビルの上の温泉みたいな、何、空の上で温泉入ってますよみたいなところ、温泉じゃないよ、プールか、シンガポール、そう、シンガポール、待って、マーライオンはシンガポール、そうだよね、そうだよね、マーライオンの、もうわかんない、ちょっとそんな気分だよって言われた。聞いてる方がみんなわかんないわ。ほら、そういう感じの景色が撮れる。それを言うために長かったですね。駐車場から英国大使館まで歩いて、15分しないぐらい、普通に歩いて15分しないぐらいかかるので、戻ってくるとき、ちょっと時間配分を。はい、到着いたしました。はい、はい、じゃあ参ります。はい、参ります。中禅寺湖に着きました。今から英国大使館に向かいます。雨が若干降ってきてしまっていますが、大丈夫でしょう。降るか、降るよな。カメラ閉まります。そうだろう。じゃあちょっと私は止まります。私は頭に。いきなり座る。これは何の音？じゃあこれ雷じゃないの？この音。そう、お腹がね、どんからがした。お腹がどんからがした。英国大使館に着いたんですけど、土砂降りです。土砂降りの中皆さんに来ていただいたんですけれども、晴れの写真と雨の写真と2種類1日で体感してもらえて、結果良かったってことにしましょう。雨の日こそ楽しんでいただいて、もう湯気ってるからいいんじゃないですか。湯気ってる感じ。ちょっとアンダー目に撮れば湯気が湯気なんていうの、あれ、もやなんていうの、アンダー目に撮ればちょっといい感じに出るんじゃないですかね。言えばこんな感じ。お母さん知らない。お主がバカだ。本当にもうこのツアーをやるってことは配信で決まった、委託させてもらってつまんないんじゃないかと思っていたんですが、それもまず栃木県から参加してもらった方は普段でも全然行ける距離なんで、もう本当いいんですかっていう感じですし、県外からねわざわざ来ていいんですかっていう感じですし、まずこう申し込みをしようって思ってもらったことがまず嬉しくて、皆さん遠いところ来ていただいて、私が起きる時間よりも前に起きて来てくれてる方が多分ほとんどなので、その中来てもらって、お休みの日に私のツアーに来ていただいて、いや本当にありがとうございますしかないので、ベリーセンキューなんてね、ふざけた言葉でお礼を言うのは本当に申し訳ないんですが、皆さんベリーセンキューです。もう本当に本当にありがとうございます。本当に。